FM Osaka Traffic Report。阪和道が事故のため渋滞しています。阪和道は松原方面に向かう北行きの堺料金所の手前で事故のため、一番左側の車線が規制されていて6キロの渋滞です。中国道は吹田方面に向かう上り線の中国池田インター付近で工事のため16キロの渋滞です。山陽道は岡山方面からの上り線が神戸ジャンクションで10キロの渋滞。新名神高速は高槻方面に向かう上り線が特に川西インター付近で8キロの渋滞です。名神高速は西宮方面に向かう下り線が京都東インター付近を先頭に蒲生スマートインターを越えて42キロの渋滞です。妖怪地インターから京都南インターまで通常40分のところおよそ1時間40分かかっています。このほか大山崎で4キロの渋滞。反対の上り線は左ルートの大山崎で3キロ、京都東インター付近で4キロの渋滞です。京滋バイパスは大山崎方面に向かう下り線が宇治トンネルで12キロの渋滞です。阪神高速の3号神戸線は環状線方面に向かう東行きが魚崎を先頭に第二神明道路に伸びて18キロの渋滞です。ところで、ながら運転は危険です。絶対にやめましょう。ストップ、ながら運転。